でもさ、カカシ先生、忍者のあり方ってやっぱこの二人が言ってた通りなのかな。忍びってのは自分の存在理由を求めちゃいけない。ただ道具として存在することが大切。本物の忍者になるって本当にそういうことなのかな。なんかさ、俺ってばそれ嫌だ。あんたもそう思うのか。いやな。だから忍者ってやつは皆知らず知らずそのことに悩んで生きてるのさ。ザブザや、あの子のように。よし、今決めたってばよ。俺は俺の忍道を言ってやる。私のおかげでナルトは己の忍道を見つけることができた。そしてそれをお前らの墓の前で誓ったんだ。あの時から売れない立派な忍びに成長した。しかし俺たちを。